どうもこんにちは、ミスター GT5 モッツです。はい、ということで今回はトヨタの86をね、紹介していきたいと思います。ででんでんででんででんでんででんででん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 、あーすごいスープラだ。どういうことだこれ、ほんとにスープラですよねえ。あれスープラ、あれ俺今86のレビューしてなかったっけ。あ、そうそうそう、86なんだよね。そうそうそう、今日はね、86に乗っていきたいと思います。あれスープラじゃん。あれスープラじゃん。あれおかしい。あれどっからどう見てもスープラだよね、これね。スープラって書いてあるじゃん、むしろ。ここにね、書いてありますよね。そうなんですよ。今日はね、スープラと86が合体した、もう GTA らしい車。GTA らしさ、全開の車をね、紹介していきたいと思います。これね、8パリフトっていう、まあ、現実には存在しない名前なんだけど、こんな商品現実には存在しないんだけども、まあモッダーさんがね作ってくれました。GTA の車ってさ、現実世界のこう別メーカーと別メーカーのこう別モデル同士を足して2で割ったようなデザインが多いじゃないですか、ね、例えばフェラーリとベンツを足したような車とかさ、ね、過去にいろんなのありましたけども、素晴らしいでしょ。スープラかと思いきやね、完全に86。どっから繋がってんだろこれ、違和感ないよね。うん、そんなに別に自分86にもスープラにも詳しいわけじゃないけど、ね、確かこんなシャーシじゃなかったっけ。特に86スープラのお尻の方も確かこんな形だった気がするんですけど、すごいな、ね、どうやって作ったんだろうっていう疑問がねすごい浮いてくるんですけど、そしてね地味にニーアオートマタの宣伝しちゃってるってニーアオートマタ知らない自分からしたらね、とにかくこの女の子のパンチラーだけがちょっと気になる。全部で4種目かな、スポイラーつけられますね。で2個目、おっと別のスポイラーつけられるけど、1個目のスポイラーが外れないから、なんかダブルウィング、何これ。こんなん見たことないわ、これ悪くないな。で3個目は、ナンバープレートの取り外しができると。4個目はハチライトっていう名前のなんかナンバープレートがつきますね。ハチライト .vbreed.com っていう、なんかこのモッドを作った人の名前ですかね。日本人っぽいね、多分日本人が作ったんじゃないかなって思えてきた。すごいな、すごい交通渋滞だな、ゲームが。うん、ちょっとスポイラー気持ち悪いから外そう。いやー進めないんだけど、ちょっとさ、駆動方式とかどうなってるの、ちょっといろいろ気になることはあるよね。うん、あ、やっぱ後輪駆動なんですね。86もスープラも両方後輪駆動だよね。 FR そのまま受け継がれてますけど、最高速度見ていきたいと思います。まあ、今230、40いってるんだけども、結構加速早いね。どれぐらいだろう、320キロぐらい出るのかな。さっきねこのメーター見た時300だよね、320キロだよね、最高時速表示されてる部分はね。あとちょっとで320キロ行きそうってところで止まっちゃったね。ちょっと路面のコンディションの問題もあるんでしょう。おっと、ここはカーブは300キロオーバーでは曲がりきれなかったね。危なかったね。はい、ということでね、以上、非常に斬新なモッドでした。